どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーエグゼイド変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。中身を開けるとこのようになっております。グリップパーツとガシャコンバグバイザー本体が1つ入っております。まずはクリップパーツの方から見ていきましょう。全体このようになっております。ではお待たせしました、ガシャコンバグバイザー本体の方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではガシャコンバグバイザーを見ていきましょう。まずこちらに画面がありますね。左には A ボタン、右側には B ボタンがあります。そして A ボタンの下にはビームガンがありますね。 B ボタンの横にはチェーンソーがあります。そしてここはガシャットをセットするホルダーの部分になります。スロットをセットする場所には赤いボタンと解除スイッチがございます。そしてこの左右のボタンなんですが、こちらのグリップパーツを取り付けるための解除スイッチになりますね。そしてチェーンソーの下に電池をセットする場所がございます。34電池2本使用します。上にはスピーカーがございます。ここに電源スイッチがありますね。では電池の方を入れましたので電源スイッチをオンにしましょう。電源スイッチをオンにすると起動音が鳴ります。まずはガシャコンバグバイザーパッドモードの説明に入りたいと思います。こちらの B ボタンを押すとバグスターウイルス散布音が鳴ります。そしてこちらの A ボタンを押すと変身待機音が鳴ります。もう一度 A ボタンを押すと変身待機音がキャンセルされます。そして A ボタンと B ボタンを同時に押すとノイズ音が鳴ります。続いてバグスターの変身音について説明したいと思います。こちらの A ボタンを押すと変身待機音が鳴ります。変身待機音が鳴っている間にこちらの両方の穴部分がありますよね。これにクリップパーツの突起部分ですね、これを左右どちらかにセットします。ではまずビームガンの方向にこのクリップパーツをセットする音声の方をお聞きください。続いてチェーンソー側、続いて変身待機音を鳴らさずにこちらのクリップパーツと左右の穴の部分にセットするとセット音が鳴ります。そしてこちらの解除スイッチを押してクリップパーツを取り外すと解除音が鳴ります。では実際に鳴らしてみましょう。続いてビームガンモードについて説明したいと思います。クリップパーツがビームガン側についているときはビームガンモードと呼ばれています。ではビームガンモードの音声の方を確認しましょう。 A ボタンを押すと射撃音が鳴ります。そして B ボタンを押すとスペシャル攻撃音が鳴ります。続いてチェーンソーモードについて説明したいと思います。クリップパーツがチェーンソー側についているときはチェーンソーモードと呼ばれます。チェーンソーモードのときは B ボタンを押すと剣撃音が鳴ります。そして A ボタンを押すとスペシャル攻撃音が鳴ります。
続いてガシャコンバグバイザーとライダーガシャとの連動音声について説明したいと思います。ライダーガシャとセットする部分はこのスロット部分になります。そしてセットするときなんですが、このライダーガシャとをこのように反対に向かせてこのまま中に入れることによってセット音が鳴ります。ガシャとセットした後はセット音が鳴りましたね。この後に横の赤いボタンを押すとレベル3の音声が流れます。プロトマイティアクション X ガシャットだとレベル3の音声はちょっとわかりにくいので、こちらのマイティアクション X ガシャットの方で確かめてみましょう。取り外すときはこちらの黒いボタンを押し続けてライダーガシャットを引き抜けば取り外すことができます。ではここからネタバレ音声の方を確認していきたいと思います。12月下旬にバグルドライバーというものが出ますが、このガシャコンバグバイザーにベルトをつけるためのバックルが12月下旬に出ますので、それの音声の方鳴らせますので、では実際に鳴らしてみましょう。鳴らし方は簡単です。後ろの突起部分があるんですけども、左には真ん中にあって、右の方には一番下の方にあるボタンですね。これを両方押し続けると待機音が鳴ります。待機音が鳴っている間に横の赤いボタンを押すとバグルドライバーの音声が流れます。では実際にやってみましょう。今のがバグルドライバーの変身音声の一部になります。なぜ一部なのかと言いますと、この音声の追加部分を鳴らすためのガシャットがあるんですよね。それがデンジャラスゾンビガシャットと呼ばれております。それも12月下旬にセットで販売されますので、そちらのデンジャラスゾンビガシャットが出たらちゃんとしたバグルドライバーの音声は確かめられますので、12月下旬までちゃんとした正式の音声は鳴らせませんが、今回は一部のみの音声を鳴らすことができました。そしてこのバグルドライバーの変身音声後なんですけども、こちらの A ボタンを押すと必殺待機音が鳴ります。必殺待機音が鳴っている間に A ボタンを押すと必殺音が鳴ります。ちなみに B ボタンも同様の音声が鳴ります。では実際に鳴らしてみましょう。A ボタンの場合はクリティカルエンド、B ボタンの場合はクリティカルデッドという必殺音声が流れます。もちろん他のライダーガシャットがセットされている状態でバグルドライバーの音声を鳴らすことができます。もちろんライダーガシャットの音声と連動するギミックになってます。では実際にやってみましょう。ではゲーム関連のガシャットはもう一つありますよね。このシャカリキスポーツガシャット、これとの連動音声も確かめましょう。ちなみにライダーガシャットとの連動音声はこの赤いボタンだけなので、 A ボタン B ボタンを押した場合は必殺音声のみが鳴ります。ライダーガシャットからは必殺音声は鳴りませんのでご注意ください。ちなみにガシャコンバグバイザーのパッドモードの状態だと B ボタンはバグスターウイルスのウイルス散布音、 A ボタンは変身待機音のみとなります。ライダーガシャットからの音声は何も鳴りませんのでご注意ください。
ちなみにもう一つ言っておくと、ビームガンモード、チェーンソーモードの状態でもライダーガシャットからの連動音声は鳴りません。あくまでこの赤いボタンとの連動のみとなります。以上で仮面ライダーエグゼイド変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーの方をご紹介いたしました。2016年の12月下旬の方でこのガシャコンバグバイザーをベルトにするためのバックルと、それの専用のデンジャラスゾンビガシャットが発売されますので、そちらの方が発売され次第ガシャコンバグバイザーのベルト音声の正式音などをご紹介しますので、よろしくお願いいたします。ということで今回これで以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。